で、何を考えたかというと、やるしかないということで、これがですね、西の本能寺の変と言われた、大寧寺の変というのは、もう主君を裏切って、でもまあ、無断派の連中ってのがいるわけだから、はい、みんなこう、行くぜもうあんなやつ、どこだっていうと、みんな、うわー集まってきたわけです。で、大打ちしたくのもあるのは、そうですね、武力を使う人いないと、結局孤立するわけで、大寧寺にみんなが襲いかかるわけ。かつて愛し合った2人がですよ、切ない形になるわけです。で、攻め込んでどんどんその大内義隆の人間を裏切っていくわけです。大内義隆は最後に1人残って、まあ、最後死ぬんだけど、この大内義隆をたった1人だけ裏切らなかった、それが冷静隆。冷静隆というのは1人で末高里も仲が良かったけども、俺は裏切らないと言ってこう韓国を受けながらも全身に矢を浴び、一人で大立ち回りに立って、たったの腹を十文字にかっさばいて死んだ。